ました。ちなみにですね、下が入っているのは、下の、2箱の、クリーム、鹿の足のチップなんですね。で、鹿の足のチップなんですけど、水とホテルですね、水的なものを、まあ、基本的には人用にですね、加工しているところがあるんですけど、まあ、増えてきた鹿をですね、一定数駆除しているんですけど、まあ、くくり罠という罠でですね、捕まえる関係で、まあ、足をくぐって捕まえるのでですね、まあ、そのくくった足がどうしても鬱血しちゃってですね、まあ、人用に下ろすにはちょっと血なまくさくなっちゃうんで、それをですね、対応として、入れてます。で、足のお肉はですね、まあ、皮は剥いてありますけど、まあ、骨とかですね、筋なんかもそのまんまなので、まあ、彼らがですね、本来野生で食べているものに近いものですね。今、アルジョンは、正解の箱を開けたんですけど、まだちょっとたどり着けないですね。そして、外れの箱を加えて、ちょっと残念ですね。足が痛い。メスの、アイもですね、アイはもうなんか破くことに夢中になってて、ちょっと、お肉はどうでもいいのかなっていう感じになっちゃってますけど、おそらく、下の段なんで正解の箱なんじゃと思うんですけど、まあ、お肉を破く方がいい。台に登りたいみたいですけど、ちょっと引っかかってますね、邪魔で、登れないかと、ね、お肉が出てきましたね。意外とですね、まあ、こういう行動を見てるとですね、まあ、耳とか目とかですね、ダチョウの前足は非常に、いいんですけれど、まあ、鼻はそんなに効かないのかなっていう気がしちゃうんですね。まあ、ショーカルとかですね、まあ、お家で犬を飼われてる方なんかもいると思うんですけど、まあ、オカルと、まあ、犬はですね、まあ、非常に、まあ、近いところですね。まあ、元々はまあ、同じ動物なんですね。ですけど、まあ、非常に鼻が良くてですね、まあ、かなり匂いを頼りにしてですね、野生でも、行動していたりするんですけど、まあ、あんまりですね、猫科の動物っていうのは、まあ、そういう、部分で、そんなにですね、まあ、匂いをそこまで保険して、生活してないので、意外と、まあ、外でたまにこう餌をあげたりしてもですね、茂みの中に、お肉が入っちゃったりするとですね、結構しばらく見つからないんですね。ナイもあるちょうどですね、鹿の足にたどり着きましたね。お母さんの静かな方がなんかひたすらもう破く音が響き渡ってて、もう嫌な予感しかしないんですけど、もうまあお肉なんかもう関係なしにやろうと破壊行動を楽しんでますね。まあ割とこんな感じでですね、まあ破くという行為自体がですね、まあ結構楽しいというか、まあおそらくストレス発散なんかにもなるので、まあどうしてもです
ね、やっぱり動物園で生活していると、まあ、生活が環境になりがちなのでね、やっぱりいろんな形で、まあ、刺激を与えてあげるということも、ね、大切で、まあ、やっぱり毎日同じ、時間に毎日同じ量の餌を毎日毎日もらっているとやっぱり脳みそどん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 使われて、そのときの目がうつろになって、胃の前で一日中、いたりしたりしているようなです、ね、状態になっちゃったりするので、まあ、なるべく、毎日の生活の中にです、ね、まあ、ちょっとしたことでもいいんですね。それこそ、まあ、部屋とかですね、天気を入れ替えたりとかもいないですし、まあ、いろんな形で、まあ、過去からの回数を増やしてですね、まあ、親と一緒にやりたいとか、そういう刺激があるだけで、ね、やっぱり脳みそを使うんですね。またこういう歌をくれるのかな、今日のこの中で、ダンボールを準備している段階からもう静かなのか気がついたんですね。ずっと浮き浮き浮きしてましたよね。まあ、そういう形で、やっぱりいろんな形で刺激を与えて、やっぱりですね、頭を、まあ、脳みそをですね、使わせて、出ることが、やっぱり狭いですね、動物園の中で暮らしているので、結構大事なことですね。ちょっと楽器が 大変になるので、そろそろ、細切れにするのはやめてほしいんですけど、ね。